OK。武器は右手左手に3個ずつ装備ができます。切り替えて使用することができます。武器は両手持ちすることもできます。攻撃が縦に弾かれづらくなり、筋力も 1.5 倍となります。右と左で切り替え、武器両手持ちはこう、うん、両手持ちした？したか。いきますよ。ふん。待って、なに、両手持ちしてる今？なんか待って、縦で攻撃してない？ちょっと待って。回復。あ、違う、回復。回復何ボタンだっけ？これだ。よし。待って。はい、両手武器でなんか縦になってんだけど。縦に持ち持ちしてる。縦に持って。待って。あ、こうか。あ、違う。こう？待ってね。三角と、これだ、できた。よし。行きました。両手縦は草だわ。よし、これですね。なんかどうやったのかよくわかんないけど、うまくいきました。ふん、行きましょう。この盾を崩しますぞ。ほい、崩しますぞ。うむ。さあ、それでは、ここで大量の経験値をゲットしたい。とにかく、一人ずつ、やっつけていくべし。さっきと同じく、この人は、後ろから、ふん！待って！ちょっと待ってください。嘘でしょ？拳入れたんだけど、どういうこと？やば！呼べないのか。じゃあここ入った後にちょっと使ってみようかな。うん、物は試しですもんね。こうか。かわいい。かわいい。かわいい。いたー。お前らに人の心はないのか。許さん。今私がワンちゃんと戯れてただろうが。HP 食らう？もしや。じゃあもう一個の場所行くか。いい動き、ありがとう。ハラハラする。確かにハラハラしてます。あれ待って、ここもしかしてさ、これもしかしていける、いけないかな、これだよね。私もそんな気がした。ちょっと一旦セーブしよう。あ、セーブすると敵が増えるか。じゃあ、うわー、絶対今のところさ、行ってさ、アイテム取れるやつだよって思ったのに。嘘でしょ、ここで、もう序盤で負けると思わないじゃん。もっとさ、進んでから落ちてよ。のっけから落ちるやつがありますか、もう。